組の おしゃべりをするのが私江南市の玉田玉山と、そしてはい玉田玉秀斎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。収録が始まりましたけれども、むちゃくちゃなんか緊張しておるのが自分。冗談ってすごい多い満員ですよ。そうですよ、びっくりしてます。まあコロナ禍ですからね、はい、ソーシャルディスタンス取りまくりの多い満員、はい、そうです。ここはすごいソーシャルディスタンス取りますよ、うん、だいたい多摩だけの講談会は全部ソーシャルディスタンス取ります。外より全然密じゃないですからね。外の方が随分密ですから、ね、繁華街歩いた方が密ですね。密ですからね。かなり安全なところに行けるのが、はい、いや本当にありがたい限りですけどね。でもっとやっぱお客さん来てほしいなと思ったんですが、うん、はい、なんかでもね、この前同期の講談師の極道南北君と話したんですが、はい、講談って何が魅力かねっていう話をしたんですよ二人とも魅力に感じたからこの世界入ったんちゃうの？いや、そのなんとなく、うん、ええー、なと思って入ってきてるんですよ。でもこうやっぱりお客様に来ていただくためには、うん、こう講談でしか味わえへん講談ならではの魅力を一言で言えたら素晴らしいじゃないですか、うん、はい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 。で、ある人のインタビュー記事を読んでると、人の生きる道をが語られてるみたいな講談はね、はい、ここを書いてあったんですけど、はいはいはい、うん、それやったら人の生きる道やったらもっといろんなものも語られてるじゃないですか。まあまあ小説であったり映画であったり、そうやね、はい、あとお坊さんとかも語ってる、ね、ああそうですよね、うん、だから別にその人の生きる道を知りたい人は、うん、講談じゃないものを見てもいいわけじゃないですか、うん、うん、そうやね。だから講談ならではの一言で言える良さって何かないかなっていうのを、うん、師匠に相談したいんです。あ、今公開ね。そうです。あー、はい、なるほどね、はい、なんかないですか？もうここまでずっと講談し続けてこられて一言で何か。でもほら、まだ20年しかしてない20年では答えが出ないに違う答え出ないですか？もうラジオじゃ終わりです、このラジオは。え、なんでなんで？そのトークを今日はしようと思ってたんで。あ、そう、はい、どうなんやろね、はい、まあ、だから僕の場合は講談師になろうと思ってなってないから、はいはいはい、なれって言われて、あ、そうですかってなったからね、はいはい、なんか逆に玉山くんとか南穂ちゃんの方がだって自分でなりたいって言ってきたわけでしょ。そうですね、はい、ほんでもう何に憧れたんですか？まあ、師匠の講談に憧れて。いや、だからおかしいですやん。何がですか？だって、はい、人気ないですよ僕世の中的な人気が全くないのに憧れて入るっていうのは玉山がかなり変やっていうことや。ああ、僕変か、うん、そうですかね。だから世の中の人にお客さんに来てもらおうと思うのはもう諦めた方がええじゃん。だから玉山みたいな変な人にいかにこう届くかっていうことを考えた方がいいんじゃん。ああ、なるほど、うん、変な人に届く、うん、じゃあもう今のままやっていったらいいと思うんですか？でも変な人が世の中にいないってことが分かってきた最近。あ、玉山的な考え、はい、玉山友達多い？もうしないです。2人。そしたら難しいな。あ、そうですか。南穂ちゃんは？南穂ちゃんは友達多いって言ってましたよ。友達多いって言ってた。どれぐらい？いや、でもたくさんいるっていう話は。で、南穂ちゃんの講談会はいっぱい来るの、お客さん？いや、彼の講談会もさほど来ないですね、うん、だ友達も来てくれへん講談やん。そうですよね。友達に何かこうグッとこう来るような言葉があればいいなと思うんですけどね。あ、来たらいいよみたいな。そうですね。そしたらせっかくやから、はい、なんかかっこいいセリフ言ってみよう。かっこいいセリフですか、うん、やっぱりこう人生ってかっこいいかかわいいか面白いかや。なんか行きたくなる感情、はいはいはい、あんまり悲しいとか、はい、なんか暗くなるとかそっちであんまり前行きたいと思わへんよ、はいはい、だからなんかこう前向きになれるようなキャッチフレーズ考えてみよう。ああ、そうですね、うん、はいはい、太陽に照らされた気分になるこんな地下でですか真っ暗でございますよ今日も、はい、そしたら意味わからんけど元気になる。ああ、それはいいかもしれないですね。講談って大体意味わからんって言われる。意味わからんって言われますか？うん、はい、
言われたことない？ああ、意味わからん。まあ、難しそうやなみたいなの言われる。難しそうなんやなって言われるでしょ、はい、だから、難しそうなんですよ、一般的な人は。はいはいはい。だから、難しそうやけど、簡単。難しそうやけど、簡単って、その最初に申し上げましたが、いろんなものに当てはまりません？難しそうやけど、簡単って。ないよ、難しそうなものは難しいよ、世の中のものって。例えば数学の公式見てさ、はい、難しそうやん。ね、実際難しいやん。はいはい、ね、はい、ね、外国語例えば見てさ、難しいやん。はい、アラビア語とか習ったら難しいやん。はいはい、実際難しいやん、はい。難しいのに簡単って存在せんやん。ああ、ほんまです。簡単そうやけど難しいは結構あるじゃないですか。簡単そうやけど難しいいっぱいある。なんか意外と奥が深いみたいな。うんうん、あれ、そんなこと言ったら講談が奥深くないみたいになりますけど。講談浅いよ。浅いです。講談浅いよ。だって、ほら、僕がよく言う言葉で言うと、好奇心の扉を開くとこまでしか講談は案内しないから。はいはい。だから、ああ、なんかそれ興味あるかもしれないと思った後、そっから喋れる講談師はいないから。はいはい。そっから先は歴史学者の方とか、はい、心理学者とか、経済学者とか、いわゆる学者の先生に習ってもらわないと。研究してる結果を見ていくと、そう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 。喋れるっていうね。はい。だって嘘ばっかり喋ってるから。嘘ばっかり喋ってます。ほんまに。あ、講義師の話なんてもう全然嘘ばっかり。そうですよね。うん、もういい人までいるってことだ。いい人までいるって言ってるから。いや、そうですよ、ね。うん、浅いのは浅い。浅い。でもそういう意味では、でもなんか、うん、その、いろんな、この、言うてもこの日本の語りのリズムじゃないですか、うん、講談って、うん。で、いろんな伝統芸能よりは敷居は低いかもしれないですね。うん。だから敷居が低すぎて誰も興味ないんちゃう。だってほら歌舞伎とかやったらなんか敷居が高くてこれを見ることに価値があると思うよ。はいはい。だって昨日歌舞伎行ってきましたって言ったら、お前歌舞伎行ってきたの、はい、なんかちょっと知的やねみたいな話になるやんか。はいはい、で例えば文楽とか能、はい、とか狂言とかでも、はい、なんか狂言って狂言興味あるのみたいな話になるやんか。はい、でもこうなんならへん。ならないですね。ただ落語行ってきたら、あ、落語、お笑い好きやねんなって、今の漫才とかコントよりも、昔の笑いの方が好きやねんなみたいな話になるやん。はい、こうなんならへんよ。はい、だから、じゃあ。じゃそんな弱い芸能やったんですね。弱いね。だからもっと、その、そういう、なんて言うんですか、うん、誰も食べてへん珍味みたいなことですかね。ほんと、そうやね。珍味でもない。なん珍味でもないんですか。あ、誰でもすぐ手にすることできるけど誰も手にしない。あのスーパーに常に置いてるけどいつ売れてんのっていうような食材あるやん。食材というか、はい、瓶に入ってるものとか、なんか醤油のコーナー開けたけどこの醤油一体誰が買ってんやろっていうような醤油とか、はいはいはい、この味噌一体誰が買ってんやろっていう感じの芸能じゃない。なるほどね。でもスーパーには一応置かれてるっていう。はい、どうしたらいいんですか。じゃあお客さんを呼ぶためには講談はもう諦める。いや、個人的に人気になることじゃない。やっぱり白山さんみたいに、あ、はいはい、白山さんみたいに個人的に人気出たらさ、はい、白山さんのキャッチフレーズかっこいいやん。何でしたっけ。何ですか。チケットが最も取れない講談師。あ、そうですね。はい、ね、はい、他の講談師が全員チケット取れるってこと。そうですね。チケットなんか売ってないですからね。売ってない。当日来て入れますからね。そうやね。はい、うん、だから白山さんがいかにすごいかっていうか個人的に人気出た。なるほど。もう個人の力で頑張っていくしかないっていうことですか。うん、だから玉山はもうチャンスあるやん。何がですか。チャンス、うん、あります。個人的に人気出る。ありますか。僕あります。あるんかな。あります。あれない。ちょっとお客さんに聞いてみよう。なっ。はいはいはい、はい、あると思います。終わりましょう。公開収録はこれで終わりましょう。はい、よくわかりました。こっからですから、まあ、3年目ですからね。わからない。まだ海のものとも山のものともわからないですから、こっからもしかしたら何かもしかしたら起こるかもしれないですからね。はい、まさかこんなにも拍手来ない。お前拍手ゼロやったね。そうですね。うん、いや、こっからもう頑張っていきますよ。うん、はい、はい、ということでラジオも終わっていきたいなと思っておる次第でございます。はい、ここから講談がどんどんと続いていくわけですが、気を落とさずに一生懸命講談を語っていきたいと思っておる次第でございます。というわけで、講談玉だけラジオでございました。お相手は玉田玉山と、そして、玉秀才でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。